どうもこんばんは、ラビラビチャンネルの原谷です。またね、懲りずにこの海にやってきましたよ。このさっぷりさっぷり冬の海に、今晩このここで何をするのかっていうと、夜釣りでございます。前回アナゴとキスを釣ったわけなんですけど、まあ、今回はもうでっかいアナゴを釣ってやろうかと、アナゴチャレンジというわけで、早速仕掛け紹介してやっていこうと思います。前回と同様なんですけど、竿は3本で、餌は青い染め。前回と違うのはこの秘密兵器、生サバなんですけど、ニンニクと岩塩で漬け込んだものです。この圧倒的臭い就業力でね、もうアナゴちゃんちゃんでっかいの釣っていこうと思います。でね、もうちっちゃいやつには用はないんでね、ちっちゃいやつが釣れずにでっかいやつを釣るにはどうすればいいかというと、このでっかい重りにでっかい針を使えばいいと。ね、このソクラテスも裸足で逃げ出す心理、もう思い切っちゃったってわけよ。もう一本の竿で、ね、坊主動画で、え、違うし、保険じゃねえし、ちゃんとでけえの釣るし、なんでもいいわけじゃねえし。まあもう一本の竿なんですけど、前回キスが釣れたんで、キスを狙うこの仕掛けで、前回よりでっかいキスを狙っていこうと思います。じゃあ早速準備していこうと思います。このでっかい針、これにどうやって餌をつけるのかっていうと、こうやってくっせえサバをつけて、で青いサメをつけると。作戦は変わんないですよ。くっさいサバで寄せて、青むしろ動きで釣ると。もしかしたら、あとは待ちます。坊主の狩りの仕掛けも、作戦は変わりません。ただ重さが8号なんでね、これはちょっと15号ぐらいに変えさせてもらいます。そして坊主の狩りにカゴとこの網姫、これでも就業力アップします。え、何でもいいわけじゃねえし、取れ高が欲しいわけじゃねえし、でっけえのついてえし、つか釣るし。キス釣りのあれ仕掛けなんですけど、あのキス天秤っていう代物があるんですけど、今回それが入手できなかったんで、この15号の重りを先端にして、この針をね仕掛けてます。でこれに青い染めを 半分切って仕掛けます。これはもったいないからじゃなくて、キス釣りって本来合わせ釣りなんで、一口でパクって切ってくれたところ合わせて釣るんで、長いまんまじゃちょっとね逃しちゃうんでね、それでやっていきます。作戦変更です。あの竿もね、投げずに切り替えました。今日はね、どうもキスが釣れる雰囲気はしない。まあ、臨機応変に。坊主の狩りの仕掛けが吹っ飛びました。苦しい。しゃあないんでね、あれと同じ仕掛けでいきます。けどちっちゃいな。はい、ゆるにゅるおへびちゃんです。長くはないけどぶっといかな。とりあえず1匹目。でけえのつるっつったのに。お、釣れてた。え、死んでる。サイズはまあまあやけど、仕掛けめちゃくちゃされとんな。まあまあサイズ、まあまあサイズ。おーしょ、もっとでっけえのついてんだよ。おお、久しぶりだけど、ちっちゃいな。なんで、何でこれ、え、な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 に、え、先端、な、なにこれ、え、
機械工業物？何？え？あ、外れた。この子はリリースかな。はい、結果発表。まあどでけってやつはいないんですけど、まあ大量と言っていいでしょうね。正直何匹釣れたかっていうのがちょっと僕も分かってないんですよ。とりあえずね、あの針をね飲み込んじゃってる子もいるんですよ、ちっこくてもね。まあそういう子も選別で、まあちっこい子はできるだけ逃がしてあげますけど、ちょっと針を飲み込んでるやつはちょっともう持って帰ろうと思います。もうどこもかもうびっくりするぐらいあの子しか釣れないですね。やっぱ砂の中にいる生き物やから、なんとか地面に潜ろうとしてるんですけど、すぐ頭打ちになってまた地面に、また上に戻って探してまた下に行くっていう繰り返しですね。結構頑張ったんですけどね、あの子しか釣れなかったし、でかいやつも釣れなかったけど、まあ今回は数が前回よりはるかに上回ってるんで勝ちということにしましょう。それでは皆さん、このアナゴちゃんたちがどうなるかお楽しみに。うわいっす、孤立の昼食の時間でーす。食材はもちろんこれアナゴですね。前回同様です。結構こう見ると立派なやつも多いですね。持って帰ったのは計5匹で、多分合計8匹釣ったかな。3匹ぐらいに逃がしましたね。まあこの子とかちょっと小ぶりなんですけども、小ぶりなこの子2匹はちょっと針を奥まで飲み込むてなんで回収しました。どれ食べようかな。5匹もいらないんで、この子とこの子をいただきましょうかね。早速この2匹腹開きにしていきたいと思います。前回同様です。まずはでかいのから。下処理はね、もう前回同様避けさせてもらったんで。1匹目終了。もう1匹。で、今回こいつらどうするかっていうと、串に刺してね、焼き串にしていこうと思います。こっちの大きいやつは塩、こっちのちっちゃいやつはタレで、丸々一本でいこうと思ったんですけど、ちょっときつそうなんで、こうの方がいいよな。多分3本ぐらい刺した方がいいな。こんな感じですかね。はい、できました。じゃあ早速グリルに入れていきましょう。グリルにイン。それでこれ、はい、蒲焼きのタレね。でもここではちょっとね、薄めで。タレの方は一回引き上げます。串から外してあります。で、半分にします。ボール、卵、和風だし、ちょっと、ネギ、混ぜます。塩焼きも OK。先のタレのアナゴは卵焼きの要領で巻き上げます。こんな感じだ。でちょっといくぐらいになったら、アナゴを2匹ほど、塊を1匹加えて、まあこの辺に置いときましょう。できたらね、どこ切ってもあの子が見れるっていうのが理想なんですけどね。形はね、最終的に後で何度でも調整するんで。こんな感じです。塗る時ちょっと薄めにしたんですけど、その理由はこれです。蒲焼きのタレ垂らしてやります。 OK。 完成。アナゴの塩焼きとアナゴの卵焼き、じゃあいただきます。
ちょっとこれはご機嫌すぎるで。まずはシンプルな塩焼きから。くしよう。うまっ。うん。淡白の身なんですけど、グリルで焼いてちょっと香ばしさも出てますね。身的にはシシャモに近いかな。で、前回丸焦げにしちゃった骨せんべい。肉が終わって。はい。うん。これはうまい。楽しみなのはこれです。卵焼き。いただきます。とろっとろのふわふわで、この穴子の香ばしさがまた来てね。うん、卵と穴子って相性いいし、ネギもまた相性がいいから、それでこのかば焼きのタレがご飯が進む。うんうん。だしの素ちょっとだけしか入れてないから穴子の味がよくわかる。穴子、うん、幸せ。甘くたれがね、言っちゃうわけ。誰でもやる。小学生から大人でもやる。うん、超うまい。あー、ごちそうさまでした。大満足ですね。まあ超過は前回で上回ってますけど、まあ大きいのが釣れなかったんでね、それだけがちょっと悔いですかね。ということで、穴子チャレンジはまだまだ続きます。皆さんもね、まあ、機会があれば夜釣りで穴子を釣って、卵焼きの要領で包んで焼いてみてください。蒲焼きのタレがあればなおよし。というわけで、もうお腹いっぱいです。お相手は荒井彩一でした。37センチ。